こちらは京子さんからいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。くんちゃが、ここ触ってなんかエスカレーターみたいだよ。おお、ハサミの方がいいってそれ。もうハサミでよくない？破るか。やだ、破りたくない。もうちょっとね、ジェントルになった方がいいよ。なんだこれ、どうやってやんの。あ、あ、こうだ。あ、ほら、ほら、汚いな、ほら。おお、はい、じゃーん、くんじゃが。はい、So fancy! Ooh! Open one, open one! どう、香りは？スモーク、スモーク？わー！ Oh gosh! Ew! Woohoo! Smoke cheese! Man! That smells like smoke! ちょっと、いや、ちょっと待って、今のさ、最初何今の？同じ？なんかあんた少なくない？言いとって言いとって、あとで分けるから。じゃあいただきましょう。めっちゃ燻製なんだけど。これ指に残るやろうね。え、ちょっと待って。おお、残る。お父さんがすごい顔してる。いただきまーす。おお。味、うん、うまい、うめえ、うまいね、すごい。なんかさ、スモークチーズとかってさ、まあまあスモークな味するけど、これなんかさ、もうさ、本当に、うん、めっちゃ燻製って味だよね。今本当に炎の上にこいつらいたんやなって。うん、うん、うわ、うまっ、うーん、うまいね。うん、あとね、なんかちっちゃいからね、なんかすごい豪華って感じがする。あー、確かに言ってることわかる。わかるやろ。うまい。この口に入る、ちょうどいい塩のバランス、この口に入るサイズ、すごいおしゃれ感じる。おしゃん。じゃあ俺言いますか。でもこれどうやってポテトちっちゃく切ったんやろ。はい、うん、じゃあ俺言いますよ。さすがカルビー。俺言おうよ。俺オリパケ運動。せーの、京子さん本当にありがとうございます。じゃあうまいね。おいしい。ありがとうございます、うん、さすがカルビー、天才。